作業療法士とは一体どういった仕事になるのでしょうか。作業療法って、まあ、患者さんの、まあ、生活を、支援するっていうのが非常にこう重要な核になる部分で、もともとそのリハビリテーションっていう概念が、患者さんの自分らしさを、取り戻すっていうふうなのがリハビリテーションの概念になっているんですが、その中で、リハビリテーションの専門職っていうのが、まあ、3種類ありまして、それが理学療法、作業療法、言語療法の3種類になります。でその中で、理学療法はパーツパーツ、筋肉、関節、骨っていうふうなものを訓練によって、まあ、修復するっていうふうなところが核になるような、療法になります。で作業療法は、理学療法等によって回復したパーツパーツがそのままではなかなか生活で使えないものになりますので、その生活の中のいろんなその作業を、治療的に取り入れて、その回復したパーツを使って技能ですね、生活の一部の中にあるいろんな道具を使うスキルっていうようなものを回復させるというのが、まあ、作業療法の仕事になっています。現在も需要が高まりつつある作業療法士、在学生はどういった思いでキャンパスライフを送っているのでしょうか。まあ、母が看護師なんですけど、その時に作業療法士という職業を勧められて、その時に初めて知って、で調べてみたところ、ここの大学に作業療法学科があって、でオープンキャンパスに来て、先生方とか先輩方もいい人ばっかりだったんで、いい学校だと思ってここを選びました。父親の方から作業療法士というものがあるというものを教えてもらって、そういうものがあることについて自分で調べていくうちに作業療法士に惹かれるようになって、作業療法学科のあるこの間大学に来ることになりました。ここの大学はすごい教員との距離も近くて話しやすいんで、まあ、困ったことでも授業の内容でも何でも聞けるんで、すごくいいところだと思います。結構勉強量とかはやっぱり国家試験に向けて多いんですけど、一つ一つきちんと教えてもらうことがあるので、分かりやすくてとても身になることが多いと思います。愛の大学を卒業したら、作業療法士になって、多くの患者の、助けに心を寄り添えるように、なれたらいいなと思います。作業療法士は、その人の生活により近いところを、支援する職業になるので、その人のことをより近くで見守って、笑顔にできる職業だと思います。50周年を迎えた愛の大学、今後はどのようになっていくのでしょう。だから学生の教育っていう側面に関しては、現在その茨城市とはすでに提携を結んでいるんですが、まあ、さらに、オリックスリビングっていうような、まあ、有名な企業と連携をして、特にオリックスリビングに関しては作業療法と特に連携を強く結んで、そちらが経営しているその有料老人ホームの、入所者の方の、スマートエイジングを、まあ、実現するための取り組みっていうのを、大学学生っていうのが共に取り組んでいくっていうふうな形のことを、まあ、構想としては描いています。近年、作業療法士は病院での勤務以外にも海外での活動、住宅や環境デザインの分野など地域社会に関わるさまざまな場所で活躍しています。また今後の高齢化社会に向けて作業療法士は不足しているとも言われています。生活に関わる全ての作業に関連する作業療法士は国家資格であり、安定的な仕事の中で体だけではなく心のケアまでも担う真のプロフェッショナルであり続けなければなりません。愛の大学作業療法学科では、そんな未来の作業療法士を数多く輩出することに全力を尽くしています。